すみません、もうそろそろ。大石さん、今日はこのくらいにしておきましょう。すみません、あと少しだけお願いします。園崎美音さん、この帽子に見覚えはありませんか？見たことありますよね。いや、あなたは絶対覚えているはずだ。これはあなたのお友達だったリュウグウレナさんがいつもかぶっていた帽子ではありませんか？これはですね、雛見沢村を流れる川の下流から発見されたものです。木箱に入って流れてきたものを釣り人が発見してくれました。ハムスターの死骸が入ったカゴと一緒にね。わかりますか？この帽子が一緒に入っていたということは、リュウグウレナさんがその木箱を川に流したということだと考えられるのです。しかし、その意図がわからない。でもあなたなら、これに込められたメッセージがわかるはずだ。いつも一緒に遊んでいた友達のあなたなら。お願いです。園崎美音さん。雛見沢に何が起こったのか。リュウグウレナさんは何かを伝えようとした。これを解き明かせば、この大災害の秘密に少しでも迫ることができるはずなんです。だから、目を覚ましてください！刑事さん！乱暴はやめてください、刑事さん！大石さん、落ち着いてください。大丈夫ですか、園崎さん。もういい加減にしてください。今日はもうお引き取り願いますか？すみません、やりすぎました。興奮してしまって。こんな乱暴なことをするようでしたら、今後の面会は一切お断りさせていただきます。ここは病院で、この人は患者さんなんですよ。それを。看護師さん、この人は雛見沢で大勢の人を亡くしています。そのあたりの事情をどうかご理解ください。お願いします。園崎美音さん、その帽子はここに置いていきます。また明日来ますので、何か思い出したら教えてください。それでは。まったく。大丈夫ですか、園崎さん。そうか。園崎さん。看護師さん、お願い。さっきの刑事さんを呼び戻して。まだ遠くに行っていないはずだから。どうしたのです、園崎さん。それにあなた、記憶が。わかった、わかったんだ。レナの伝えたかったことが、雛見沢で大災害なんて起きなかったんだよ。だからお願い、早く呼び戻して。わかりました。ちょっと待っていてくださいね。レナ、あんた、命を懸けて伝えてくれたんだね。
受け取ったから。私、確かにあんたのメッセージ受け取ったから。